こんにちは。こんにちは。40ワークス検証シリーズ、今回ですね、ここ群馬県は高崎市吉井町神保722株式会社14、14フィールドに来ております。突っ込む人いません。はい、突っ込めませんということですね。今回ですね、検証シリーズなんでバンスのあるなし強弱つけて、どういう影響があるかをちょっと試してもらいたいと思います。テスターはゴリコと長谷川風也です。長谷川です、よろしくお願いします。なんか加工が硬いね。硬いですか。いけない。ちょっと今日あれですよ、そうだ、柔らかすぎると思いますけど、寝坊しちゃったから今日。ということで、はい、ちょっとさっき削ってきた、あ、はい、RM4 の、はい、バンス、あ、0ぐらい。すごいですねこれ。いやすごいよ、もうめちゃくちゃ汗かいて削ったんだよ。めちゃくちゃ削られてますね。はい、本当だ、すごい。まっすぐですね。まっすぐ。ちょっとこれを打ってもらって。あ、はい、わ、はい、かりました。まず最初何かな、普通のやつを打っちゃった方がいいかな。普通で、はい。これは RM4 の、はい、58度、はい、S ソール、S、バンス14。じゃあ須田さんお願いします。はい、ちょっとじゃあ打っていきます。はい、まあ別にこれは普通に打ち慣れてるからね。あ、もうそうですね、はい、別にそんなあれだよね、違和感はないですね。はい、じゃあ次、はい、このバンスゼロ、はい、なんか打ったことがないからすごいワクワクしますね。おお、まあ、外から見た感じは普通に打ってるけど。本当ですか。うん、びっくりするぐらい打ち方は変えてないんですけど、うん、びっくりするぐらい刺さっていきました。あ、そう。やっぱり手応えあった。手応えありました。あるよ。わ、まあ別に結果は悪くないんですよね。まあ、そうですね、結果的には悪くないんですけど、やっぱ刺さっててる感じがすごいありますね。ある、ザクザクいって、抜けてない、抜けてないですね。そう考えるとバンスがあるとこんなに抜けてるんだっていうのがやっぱり改めて感じますね。それはじゃあ滑り感とか、滑り感ですね、はい、やっぱそうだよね。いや、ちょっとびっくりしました。え、じゃあもうちょっと違うところで、あ、はい、じゃあこれはですね、まあ、ここちょっと左足上がりで、ちょっと逆目っぽい感じの。池田さん、これ僕先に結果言ってもいいですか。うん、すごい刺さってボールがすごい高く上がりそうです。予想、予想。わー、めっちゃ刺さったっすね今。全然抜けなかった。全然抜けなかった今やっぱり。ちなみにじゃあ普通の、あ、はい、普通の、普通のバンスがあるやつ、やっぱバンスがないやつを打った後でも刺さって上にボールが行くんじゃないかってやっぱイメージは多分残ってますね、やっぱり。まあ構えた感じは同じだから、ね、そうですね。あ、でも全然、いや、フォローが抜けてるもんね。全然違います、うん、フォローが、あと全然違います。あのターフの取り方も全然違うもんね、はい、全然違います。あ、すごいですね。やっぱりそうやって考えるとバンスって、まあ、ある程度はあった方がいいんですね、まあ、ある程度っていうか重要なんじゃない。そうですよね、打ち方によってやっぱ自分に合った適度なバンスがないと、うん、今みたいにザクって刺さっていっちゃうん で、はい、うでね、次のじゃあ、はい、ところ、まあ、ここは普通に普通にバランスがどうのっていうよりも、まあ難しい。難しいです、うん、いいよ別にその、はい、あのクラブの刃を立てて、はい、あの低く打っていくみたいな感じで。あ、本当ですか。何でもいいよ別に、きれいに打ったの。うん、まあ、ダフってます。うん、ダフってる。だからやっぱり砂噛んで、はい、飛ばないです、ね、あんま飛ばない。それがこのローバウンスウェッジならこんなライでもしっかり。お、うまい。お、うまく打てましたね。うまいね。はい、あの
いや僕今すごいちょっとやっぱ打ってて思ってたんですけど、うん、バンスがないと、うん、もう打つの本当自分しかいないじゃない、自分の腕にしかかかってないじゃないですか、うん、逆にバンスがない方がこういうそのライの悪いところっていうのは、うん、あのもう打ち込みに行けるんだなって、刺しに行けるんだなっていうのは、あ、なるほどね、すごいいける、いける感じはしました。振り方とかは変えてないんですけど、うまいじゃん、なんか、そうですね、逆にね、余計なものが全然なくて、はい、こうきっちりコンタクトできるってこと、はい、ボールへのコンタクトだけをこう集中していけるというか、うん、だからそう考えるとやっぱこうプロの方とか、うん、アスリートの方がこうローバンスを使っていくっていうのはちょっと分かる気はします。私は今 RMW の、 あの L バンスを今使ってるんですけど、はい、まあ、だからやっぱり優しいソールっていうのはそのやっぱりここが出れば出るほど、まあ、ちょっとこう抜けが良くなったり、うん、そのミスに強くなったりはするんだけど、シビアなきっちりしたテクニックを使うっていうことを一点だけ考えると、バンスはない方がもしかしたらきっちりできるのかもしれないですね、うん、意外とこの逆目のラフとか、うん、そこ行ってみる、はい、このゼロすごいいいかもしれないです。多分これいけるっす、いける。うまいじゃん、ちょっと貸してみて、はい、あ、持ってます、こんな、なんか微妙な微妙なショットですね。多分いつも通り打つと多分これになる、なります。いや、これになるよ。嘘つきじゃない、いや、逆にあれです、池田さん、あのちょっと、うん、あの池田さんのもうテクニックを使った、ちょっと、いや今テクニック使ったつもりだったんだけど。すいません、やっぱコンタクトがやっぱできると、うん、今みたくこう良い感じでいけますよね。なるほどね、ちょっと開いて打っていい、じゃあこれ開いて、あ、はい、あ、でも意外と開きやすいです。刺さるっすね、刺さる、刺さります、刺さりますね、結構刺さりましたね今。やっぱり抜けてないよね、抜けてないですね、音が変だもんね、はい、はい、うん、すごい気持ち悪い感じのインパクトだよね、はい、逆目じゃないの、逆目、逆目、あ、そうそうそう、これ逆目ですね、はい、いやでも刺さってるっすね、全然抜けていかないですね。いや、分かるよ、なんかこうインパクトの時にガツって刺さって、はい、なんか抜けてってない感じは分かる、そうですよね、でなんか気持ち悪い感じは分かるんだけど、はい、結果がいいから、なんかあんまりこれ画面で伝わないんじゃないか、そうなんですかね。ちょっとこれあれだな、バンカーは、バンカー、バンカー、ちょっと思っていっていいですか。何今、いや、わかんないです、バンスは滑ってる感じは全くないですね、ない、はい、ちょっとこれ普通の、あ、はい、全然こっちの方がやっぱり思いっきり滑ってます、うん、はい、そう、バンカーで打つと全然違います、ね、違う、はい、やっぱソールがバンって当たった時は結果がやっぱ違うね、そうですね、抜け感とかが全然違いますね。 OK、 ありがとう、はい、どうした、バンスの違いを感じることができました、できた。できました。ちょっと映像的にはあまり分かったか分かんないかがちょっと分かんないんですけど、まあ見てる感じだとやっぱりインパクトの時にやっぱ突っかかってますし、なんか音が変だし、はい、気持ち悪い感みたいなやつはすごくあって、まあバンスがあると逆に全然スッと滑って抜けてってる感じで、うん、はい、そうですね、はい、こんな感じでどう？あ、もう、はい、もうその通りです、大丈夫、はい、本当にバンスやっぱゼロ僕初めて打ちましたけど、ちゃんと刺さりますね、
ちゃんと地面にこう刺さって全く抜けないっていう、はいはい、のでやっぱり、まあ、今回この14打たせてもらいましたけど、やっぱりしっかりバウンスがあることによって本当にこうミスがミスにならないような感じにはなってるんだなっていうのは本当に改めて思いました。逆にこれゼロじゃん、中途半端だったの、マイナスってことですか。マイナス板切れみたいな感じで、このフェースのの方が良かったかな。興味はあります。そうだよね、興味はあります。また次回じゃやってみよう。はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあそんな感じで検証を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。